目撃者公演か。じゃあちょっと公演まで配信します。お腹すいた。今日はおばあちゃん家に行って、なんかたまにあるブリシャブパーティーです。今日はイエーイ。ブリシャブパーティーです。今日はブリが、そう、なんかね、今日朝ニュースで言ってた、なんかブリが今年はよく取れるって。いいでしょう、ブリしゃぶです。今日はでもあれのあれが美味しいんですよ。ブリの刺身が美味しいんです。ちょっと手が乾燥しすぎてるからハンドクリーム塗ろう。え、ブリのさ、ごまなんとかとか見えたよ今。何？ごまぶり？は？え、私じゃあごまのなんかドレッシングみたいなのあるから持っていこうかな。ココペ周年6期の日覚えててくれて嬉しかった。いやー、ありがとう。久しぶりだったね。今日は銀だこにしたよ。私銀だこ大好きなんですよ。ブリのしゃぶしゃぶしたことない。めっちゃ美味しいですよ。ごまさば、ごまぶり、ごま味。私ごま系も、ごま系めっちゃ好き。ごま系、ごま系いいね。やっぱりハンドクリームはユースキン。明日まで銀だこ安い。そうなの。銀だこあんま行かないけど。やばい。はい、OK です。ハンドクリーム塗ってました。ちょっとハンドクリームを塗らないとやっていけない。もうね、もう手が痛いんですよ。でもあんまりハンドクリーム好きじゃなくてベタベタになるじゃん。それが嫌なんですよね。でもユースキンは思ったよりベタベタしないからいいですよ。はあ、今日は学校で体育がありました。20分持久走しました。20分間ずっと走るやつ、疲れましたね。こんばんは。
土曜日の名古屋の気温は最高13度、最低5度。え寒っ、どういうこと、そんなことある。そう、歩いちゃダメっていうルールなんで、まあ冬服がばかりだからもう荷物がかさばって仕方がないね。キャリーもさ大きいのでいつものやつじゃないやつかも大きいので行かないといけないかも。長距離短距離はどっちが得意？どっちも苦手です名古屋で話すの超嬉しい。あ、間違えた。超楽しみ、超嬉しい、超嬉しい、ありがとうございます。初名古屋です、皆さんよろしくお願いします。あさって私は一部からあるので、皆さんぜひ早起きして時間間違えずに来てくださいグランド体育館の中です。そう、もうかさばってもうパンパンの服だけでパンパンだったからさ、普通に持っていくものが入らなそうだったから、昨日ちょっとやってみたんですよ、着よ着たいなって思ってる服を。でも福岡もあるから何着ようかなと思って、ちょっと今日夜にやりますね。土曜日の第3部はに初ココッペ行きます。ありがとうございます。そう、初名古屋だからお土産を買って帰りたいんですよ。ちょっと余裕があるキャリーで行きたいよね。パク配信じゃないのか、今日パク配信じゃないです、荷造り中。赤服買うの、何がいいかな、分かんない。味噌カツ食べれたらいいけどねって感じフジココがさ、とんかつ好きじゃん。フジココなんか同じ時間なんですよ、フジココと。そう、初日がねフジココと同じあれだから、フジココと一緒に行動できたらいいなって思ってるので、皆さんぜひフジココに伝えておいてください一緒のね新幹線なんですよ、フジココが。私はちょっと一人じゃ寂しいんで、誰かいてほしいですね、お願い。ファンの方へぜひ言っといてください、藤子に朝と夜は寒いけど昼間は上着なしでも行けるくらいだよ、だってありがとうありがとう、気温を教えていただきました。でもさ、握手会の会場ってさいつもあったかいからさ、人もたくさんいるし、中もねいい感じの気温だから多分ね大丈夫だと思うんだよ。味噌カツ食べるって言ってた、言ってた、伝えといてねみんなそんなにうろちょろできなさそうなんだけど、結構ギリギリだからね、こちらできなさそうだけど、まあどっかちょっとご飯とかは食べに行けたらいいなと思います。なんか前もともとはなんかリチャキと何人かと行きたいところがあったんですよ、名古屋ででも結構予定がギリギリで行動するので行けなさそうで、またね今度機会があれば行けたらいいなと思います。
確かにケータリングで味噌カツ食べれそうじゃない？ケータリングにさ、あ、名古屋の食べ物とかめっちゃありそうじゃないですか。確かに。じゃあ食べに行かなくてもいいか。ケータリングを持って帰ろう。ケータリングありそう。手羽先。一緒に誰かご飯食べ行こう。いつも誰とホテルの時いるの？いつもね、誰といるのかな。なんかいろいろいるんですよ。藤子こともいるし、カレーネンともいるし、えぐっちゃんともいるし、リサキともいるし、渋井ちゃんともいるし、なんかいろ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 居座ってますね。逆に一人が好きなメンバー、わからない。荷物が入らん、入らんよね。私も大きいので行くことになりそうだな。そうか、いいので、荷物はできるだけ少ないがいいんですけど、多くなっちゃうよね。もうしゃべり会だから仕方がない。当日券あったらな、寒いから服多くなる。そうなのよ。さあちゃんがキャリーバッグ忘れないように見ていてあげて。さあちゃん、サンタ、トナカイと、あともう一人クリスマスの服を着るんですけど、1日目にまとめて着なくて、1日目に何かに、2日目に何かで、あともうだからどっちか、1日目と2日目どっちかにクリスマスの服が2着になるのかな、3着あるので、どっちかが2着になる感じになるかなって思ってるんですけど、どっちがいいかな。どっちがいいですかね。どっちに2着の方がいいのかなとか思ってる。そっか、内緒、内緒がいいか。どっちがいい。新幹線は乗ったことありますか？新幹線は乗ったことあります。
修学旅行と、普通にプライベートで1回だけ乗ったことある。2回かな。修学旅行、あ、そっか、修学旅行、うん、修学旅行さ、みんなさ寝るからさ、話す人がいないんですよ話す人がいなかった。行きはね、まだね、行きはまだあのみんな楽しみで起きてたんだけども、帰りの新幹線がもうみんなクタクタで、みんなもうクタクタでね、みんな寝てたから、そうそうみんなもうこんなんで寝てました。コッペ起きてたの。誰も話す人いないから、もう寝ちゃおうと思って、私も寝て、そしたら横の、あの友達と頭ゴツンってなったんですよ。二人とも寝てて、それで二人ともこうやって起きましたおって起きて、そっからはそのこと話してました。私そんなあのどつきしてないですよ、さすがに。あの私がわざとやったわけじゃないですよ、頭ごつんっていうの。あの私も寝てたので、偶然こうなりましたさすがにちょっと怖すぎ。周りは生徒会長やった、そうそうそう、生徒会長にごつんって怒られます、怒られます。でも本当に生徒会長めっちゃ可愛いんですよ、ツンデレで。なんか修学旅行中とかめっちゃもう、あの生徒会長私のことをフルネームで呼ぶんですよ立花心って。で、立花心っていつもあの修学旅行中はめっちゃくっついてきてたんですよ、みたいな。でも最近の学校生活はいつもこんなんです。どう思いますか、ツンデレですねこれは。でも私は修学旅行でのあの甘い具合を知ってるので、選挙管理委員長も可愛いでしょ。選挙管理委員長も、うん、可愛いです。席替えをしてすごい目を合わせやすい位置になっちゃって、お互い選挙管理委員長めっちゃ見てくるんですよ、こっちを。授業中とかね、面白いことがあったらすぐ見てくるんですけど、昔新幹線がまだ珍しかった頃は修学旅行の前に新幹線乗る練習をしていた学校があったらしい。私の学校じゃんそれ私の学校も修学旅行乗る練習しました。でも私は一回も
修学旅行に乗るその新幹線に乗る練習に参加できなくて、そうそう、間違えた間違えた、どんな練習でもなんかすごいみんな横見たら自信に満ち溢れた顔して新幹線乗ってましたよ息私はえここで合ってるよねなってましたけど、みんなもう自信に満ち溢れた顔してましたでも先生も不安な、先生の練習なんだと思うよ、先生も多分不安だったね。でも生徒会長、誰だっけ、生徒会長じゃない、もう一人の友達が心はここで合ってるって連れてってくれました近くだったから、横だったから、横の友達が心はここで合ってるよって連れてってくれました。頼もしいです、優しい。私の分を全部暗記してくれてた横の友達が帰りはこのドアから出て、行きはこのドアから行ってみたいな、全部教えてくれました優しい。なんか今日体育を終わって髪の毛がもうすごいボッサボサになったんですよ、持久走でボッサボサになって、普通に体育終わって髪の毛を結んでね、お団子してたんですよ。あの枝豆と一緒にお団子しようって言ってお団子を二人でして、普通に廊下歩いてたら、その違うクラスの女子の仲いい子が3人いるんですけど、3人組からおい心みたいな言われて、えって思って、何って言ったら、なんでお団子しとんみたいななんでお団子しとんみたいな言われて、お団子だけですごいあのすごい反応もらっちゃってびっくりしました。何かと思ったら、なんでお団子してたのあ、お団子みたいな、なんかもっとすごいことかと思った、あ、お団子ね、びっくりした。あ、お団子って、それでちょっとそんな、それそんなすごい3人で可愛いみたいに言われてすごい恥ずかしかったんですよ。なのでお団子外しちゃったんですよ、そこでこうやって、ちょっと恥ずかしいから外すねって、そしたら友達が髪の毛切ったって言ってきて、で本当私本当に髪の毛切ったんですね。だからえ分かったと思って、え分かったって聞いたんですよ。そしたらえ10センチくらい切ったやろみたいに言われて、おお正解と思って、すごいよく見てくれてるやんって言いました。めっちゃ見てくれてるやん、当たり前やんって言ってましたね持久走体育の先生に何か言われませんでした？あ、そう、今日は持久走で枝豆と二人で爆速で走ってたんですよあのもう本気で結構走ってて、そしたら体育の先生がおいいね、それでなんか音楽をかけてくれるんですよ、持久走するときに。でその音楽のリクエストみたいなのがあって、そうなんかリクエストしてみたいな、それで私はで、それでなんだっけ、なんか友達がねジュースワールドっていうあの方たちの曲を流してほしいって先生に言ったんですよ。それでジュースワールドって聞いたらシナコワールドが思い出して、それでシナコワールドがいいんじゃないって横にいた枝豆に言ったんですよ。そしたら枝豆が大きい声で、心がシナコワールドいいんじゃないですかって言ってますみたいな言ったんですよ、体育の先生大きい声でみんなの前で。それでで結局シナコワールドも流してくれましたシナココ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 コ、でもみんなシナコワールドになった瞬間すごい走ってたから多分良かったんじゃないですかね
好評、流行ってるし好評でした。絶対みんなシナコワールド聞きたかったや。枝豆がでっかい声でなんか心がシナコワールドいいんじゃないですかって言ってますみたいな。そう言ってきたんですよ。やばい、公演始まっちゃうかな。待って、今の時間を調べますね。23分まだ大丈夫。じゃあ25分になったらランキングを読み始めようかな。タカタタ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 タ。なんかめっちゃ松葉が落ちてきてるな。なんか変な方向に行き出した。ほら、わかります？ちょっと変な方向に行き出してる。2週間、今どれくらいになったっけなんかショールームで毎日記録しようみたいな言ったら忘れてる。1ヶ月くらい持つつもり持つんですけど、1ヶ月ちょい持つけど、上がってるは上がってるんだけど、まつげがこういろんな方向に行くんですよ。一本一本が同じ方向にこう行かなくなるの。なんかあの日にちが経つと、最初の1、2週間はね綺麗に入るんだけど、ちょっと時間が経つにつれてまつげが、でまつげ美容液塗ってるからか結構伸びてきた気がする。まつげどう？私目指すはリンリンリンガぐらいなので、もまだまだですねまだまだですけど、今もっとあの夏行く頑張りたいと思います。そしたらランキング読みたいと思います。目撃者公演が始まるので、13位カードのトさん、ありがとうございます。12位チョコレモンさん、ありがとうございます。11位ごはんまんさん、ありがとうございます。10位カオリッペさん、ありがとうございます。9位ムハンマドさん、ありがとうございます。8位キョウコノゴロさん、ありがとうございます。7位マイナ君、ありがとうございます。6位タンお魚さん、ありがとうございます。5位ノリッペさん、ありがとうございます。4位 MJ ジンヤさん、ありがとうございます。3位カトッペ君、ありがとうございます。2位ヤスさん、ありがとうございます。1位ヘタッピさんでした、ありがとうございます。では終わりたいと思います。明日は違うか、明後日名古屋ですね。明日は何もない。明日は金曜日、皆さん頑張りましょう。ではバイバーイ、ありがとうございました。バイバイバイバーイ。バイバーイ。